いやーかっこいい最後のユニ、サンシャインシュラインですよ今年の、正月の沖縄でのライブむちゃくちゃかっこよかったユニ本当にね今のライブがなんかねユニにとってもね一番ねライブの中でスペシャルな体験だったんで週末行ってました。友達の結婚式でバッキーやってきたんですけどね、楽しかったですよ。ユニも来てましたよ。であのユニねその時ねニューアルバム渡してくれて実は今ねあのテクノショップとかねお店に行くと並んでるユニのニューアルバムっていうのがあるんだけどかっこよかった。むちゃくちゃいいマジで、これねみんなにもねチェックしてもらいたいと思いますが、まあ、このトランスっていうジャンルね、そう簡単に紹介できるものではなくトランスといってもいろいろあって今日はちょっとね騒いだけ紹介したんだけどね、まあ、個人的には、一番僕の趣味に近いジャンルっていうこともあって、今後もメガマリには、ね、トランスたくさん登場すると思います、でも日本では本当にね今トランスっていうのは大ブレイク中であの僕ねあのゴールデンウィークの初め火曜日のね、時にあの横浜ベイホール行って初めてライブがあったんだけどすごいよお客さんね3、4時間待ちもう外でずらーっと、今大ブレイク中ですね。明日のね大きいイベントなんかも楽しみです。皆さんも興味がある方はぜひ一度チェックしてみてください。じゃあ続いてもう1個これFHH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 H